サッカーウズベキスタン代表は、ウズベキスタンサッカー連盟によって編成される、サッカーのナショナルチームである。ウズベキスタンサポーターウクライナとの親善試合に臨む、ウズベキスタン代表、2011年ソビエト連邦が欧州サッカー連盟だった関係で、中央アジア諸国は独立後、欧州サッカー連盟か、アジアサッカー連盟か選択できたが、1994年に AFC に加入した。 初めて参加した国際大会である1994年広島アジア大会で優勝した。以降は AFC アジアカップにおいてグループリーグ敗退が続いたものの2004年度2007年度と連続してアジアカップ決勝トーナメントに進出。2006FIFA ワールドカップアジア予選最終予選ではグループ A の3位となり5位決定プレイオフに回った。 そのプレイオフでバーレーンに敗れ敗退となった。2010FIFA フフワールドカップアジア予選でも最終予選に進んだがグループ再開で敗退した。翌年に行われた AFC アジアカップ2011ではグループリーグを首位で通過し最終的には4位となった。2014FIFA フフワールドカップアジア3次予選では AFC アジアカップ2011王者の日本を アウェーで下し、グループ1位で4次予選へ進出した。4次予選では韓国に、勝ち点で並ぶも、わずかに、得失点差1で及ばず A 組3位の成績で、B 組3位のヨルダンとアジア第5代表を争う5次予選に、出場。第1戦、第2戦ともに1から1で、延長戦でも決着がつかず、PK 戦となったが、その末に敗れ、ワールドカップ出場はならなかった。 AFC アジアカップ2015ではグループリーグを2位で突破したが、準々決勝で延長戦の末韓国に敗れベスト8となった。2018FIFA ワールドカップアジア予選では3次予選まで進出し、序盤は自動出場権獲得の2位につけるなど、前線していたが、アウェーでシリアや中国に敗れるなどで、第9節終了時点で出場権外の4位に転落。 最終節はホームで韓国を破れば W 排発出場へ大きく前進するところだったが後半は防戦一方となるなど制裁を夏き最終的に0から0のスコアレスドロー。同時刻に行われていたイランとシリアの試合が2の2の引き分けで終わったため結果勝ち点で並んだシリアに得失点差で及ばずグループ A4 位でプレーオフにすら進めず予選敗退となった。 AFC アジアカップ2019ではグループを2位で突破し、ラウンド16で過去これまで3回対戦し参拝している、オーストラリアと対戦し、0から0で延長でも決着がつかず、PK 戦にも連れ込んだが、これに2から4で敗れベスト16で敗退した。前述のように、ワールドカップ予選では、初参加の1998年大会の予選から、 毎回最終予選まで進出しているが、出場目前で敗退するケースが多く、アジア間のプレーオフが最高。韓国を特に苦手としており、2018年大会予選終了時点で3分5敗と、ワールドカップ予選では勝利したことがない。二つのスタジアムが、ホームスタジアムとなっている。 GKDFMFFW 各ランキングは2013年6月18日終了時のもの。太字は現役選手を表す。期間は代表で試合に出場した期間であり、末期が抜けている選手は現役の代表選手を表す。マクシムシャツキフ。ありがとうございます。